新宿末広亭。新宿末広亭は東京都新宿区新宿三丁目にある寄席である。都内に4軒存在する落語定石の一つで、落語を中心に漫才、俗曲などの色物芸が演じられている老舗、色物という言葉は寄席に由来する。末広亭は常用漢字である末広亭と表記されることも多く、末広亭の外に掲げられた超人の中には末、 広氏邸と書かれたものもある、画像参照。かつて人形町に存在した寄せ、人形町末広とは、全くの別物である。また、1940年代後半浅草にあった、浅草末広邸は、大旦那、北村が会場したものである。1897年、明治30年創業。もともとは、 堀江邸という名前で営業していたものを1910年、明治43年に名古屋の老曲市の末広邸政府が買い取って末広邸とした。当時は老曲席で現在地よりもやや南寄りの区画に立地していた。1921年、大正10年3月の新宿大火で累承し、復興事業による区画整理で現在地に移転した。 その頃経営の主体も、末広帝政府の息子の畑屋之介に移る。1932年、昭和7年に、日本芸術協会の発足に伴い落語上席になる。1945年、昭和20年、第二次世界大戦により消失したが再建を果たせず、戦前に、下屋の竹町で寄せ、63帝を経営した教があった、北村銀太郎が、 当時の落語会の重鎮であった、竜亭左落の勧めで1946年、昭和21年3月に再建し、初代石亭と呼ばれる。1951年、昭和26年3月に、株式会社新宿末広亭設立。1955年、昭和30年に2階席を増設した。当時の落語ブームに乗って1961年。 昭和36年に、お笑い演芸館でテレビ中継進出も果たし、以降、日曜演芸会、末広演芸会と、番組内容とタイトルを変更しつつ1981年、昭和56年まで続く長寿シリーズになった。戦後から続いていた落語ブームが下火になって、以降も、若手二つ目の勉強の場として、深夜寄せを継続開催しており、 落語人気が安定した現在では人気を博している。2003年、平成15年9月には改装工事を実施して、一席を150席から117席にして、スペースをゆったりさせた。トイレも近代的になり、快適に干渉できる環境が整備された。2011年、平成23年10月、新宿区の地域文化財、第1号に指定。なお、 銀太郎没後、形式的には銀太郎の息子である北村和夫、1996年没が石帝を継いだが病弱で入退院を繰り返しており、銀太郎を存命中から実務を行っていた杉田京子が引き続き祭を振っていた。一部では北村和夫を勘定に入れて現石帝を五代目とする数え方もあるが、一般的には二代目、杉田京子、 三代目、北村育を、四代目、真山幸光とされている。東京の城石としては、唯一木造の建物。寄せの伝統を残した、趣のある造りである。客席は一階と二階合わせて、計三百十三席あり、一階中央に、一席、上手べたの両方に、じき席が設けられている、内定席で、畳敷のじき席があるのはここだけである。 二階席は日の段である。楽屋は一階上手側。その趣向のある作りゆえ、映画やドラマ、テレビ番組のロケなどで使用されることが多い。寄せ文字の看板ビラは、立花の右近からその弟子の立花の左近の手によるもの。番組ごとのビラ剥がし、張り替えの作業は、東京農業大学落語研究会の学生が、長年携わっている。毎月十日ごとに出演者。 演目が入れ替えられている。出演者は以下の通り、同じ教会が丸1日を担当するが、昼の部と夜の部では出演者が異なる。なお、これは東京の寄席では通常のことである。席は特別工業などを除いて、原則自由席。一部の特別工業を除き、昼席、夜席の入れ替えはなく、昼夜同士で見ることが可能である。飲酒は禁じられている。 夜の部の終演時間は2002年6月に30分繰り上がり、現在の時間となった。芸術協会の新内披露はこの席から始まる。集客と高価な割が見込めるゴールデンウィーク5月上席に打つことが多い。落語芸術協会の興行において2017年11月から演楽一門会や情報落語協会、 立川流からのゲスト枠を設けるようになった。落語芸術協会、落語協会の二つ目に会場を貸し出し、落語家自身の自主興業の形で運営されている。毎土曜日に、ほぼ必ず開催される、午後9時30分 -11、30前後入場料は発足当時から500円だったが、2017年5月から1000円に、値上げした。 夜の部から投資で見ることはできない。一回のイベントで二つ目の落語家が四人上がる。期待の若手がたっぷり聞けることから、二重から三十分前後、近年は夜席の最中から、寄せ前に行列ができ、テレビなどでもしばしば取り上げられている。ご飯イコール落語名術協会、落語協会、演学一門会、落語立川流、情報落語協会の二つ目計五名が、 前述シニア寄せと同じ時間、午後9時30分 -11、30前後に料金1000円で落語を聞かせるというものレる。開始当初は、江戸の4団体による4波でシニアだったが、後に髪型を加えて5杯体制になった。落語協会、落語芸術協会に所属しない芸人のイベントも開催する。吉本工業が借りて工業を打つこともあり。 漫才コンビ中川家がライブを行っていたこともある。三代目、北村育夫の企画で、円楽、男子、桂古近寺、鶴ン段春など、東京の定石とは無縁であった、落語家を登場させている。印刷物、サイト、城内掲示物などの芸名の表記において、一部旧字、一万、竜、窓花などを用いず、万、竜、円の新字で表記している。 寄せ文字によるめくり、看板ビラは休場使用。年会費1万円で末広邸ともの会の会員になることができ、各種優待制度が設けられている。その他に団体割引などあり、いずれも2014年5月現在、通常公演の貸し切りは行っていないが、午前中9時30分 -11 時に貸し切り公演を行うことは可能。 新宿末広邸会場以来、記録、保管されてきたネタ帳を元に出された書籍。長井は、読売新聞の落語担当記者、監査委員。2008年2月14日、純駆動書店、池袋本店でのトークショーでは、北村がネタ帳を持ち込み、客に披露した。北村へのインタビュー。北村へのインタビュー。杉田京子も登場する。テレビ出演でも知られた。 演芸評論家の真山圭介イコール杉田健二、銀太郎の娘、杉田京子の夫は、筆家事件、新聞連載で、七大炎像が、牛太郎、義郎の客引きなどを行う職だった過去ばらし、一時末広亭から解雇されたなど多くの逸話を残している。末広亭裏の喫茶、楽屋は、末広亭が経営する喫茶店。店主の石川は、北村銀太郎の娘、 その他、寄せ文字を書いている、立花の右こ橘立花の左近らも多く、著書を出している。下記に記した漫画を原作とした、MBS 制作の深夜アニメ2作品では、本、寄せが、協力としてクレジットされている、昭和原独落五神中では劇中に登場する、アメチク亭のモデルとして大、楽屋がかなり主催に再現されている。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。